振り返ってみましょう。先発ピッチャーは石川でした。いきなり天谷にライトスタンドに運ばれました。カープ1点先制。で3回の裏、先発のバリントンからまず根本がヒットを放ってノーアウト、その後二塁一塁となるんですが、金沢がセカンドゴロでダブルプレー。ここでチャンスを潰してしまいます。でゲームがまた3回の表です。石川ワンアウトランナー二塁一塁でエルトレットをサードゴロ、これでまあ、ランナーが残るんです。三塁一塁でツーアウト。ここでロサリオのセカンドへの内野安打で1点、ご覧のように追加されます。2対0。ちょっと流れは良くなかったんですよね。そうですね、ちょっとあのミスの方が多かったですからね。で4回の裏、根本がヒットを放ってツーアウト二塁一塁でもう石川は諦めて、ここよくブラザル出してきましたよね。まあ1、2、3回とねちょっとチャンスがあったんですけど、はい、なかなかそのチャンスを生かせなかったんで、まあそんなチャンスもこれから先がないんじゃないかなということで早めに仕掛けてきましたよね。で2対1にして5回の裏、ワンアウト二塁からこんな今井のヒットでこれで同点。そしてその後ワンアウト一塁で角中の勝ち越しのツーランホームラン。この回一挙に4対2と逆転します。さらに6回の裏です。ワンアウト二塁でピッチャーが小野に代わって鈴木が浅めに守っていたこのレフトとセンターの間を破ってスリーベースで3点差をつけて、やや勝負あったかなと見たんですよね。まあね、ここからあの処理の方程式になってきますからね。7回は増田、ただワンアウト満塁でこの高く上がったセンターバックスクリーンへのホームラン。これで6対5。まさかまさかのこのホームランです。さらに8回です。今度は上野、ワンアウト二塁で中東に右中間に運ばれます。ツーランホームランでこれで8対5。3点差をつけて広島か。最後は9回、もちろんミコライオを持ってきます。最後のバッター加藤を三振に切って取って8対5。長いトンネルを抜けました広島カープです。